中距離とかって、もう最初から中距離をやる。自分が発覚を始めた理由は単純に高校上がって5000か800かって言われた時に5000走りたくなかったんですよ。でなんか軽い気持ちで800走りたんですよ。マジで800めちゃめちゃきつくて、マジで800めちゃめちゃきつくて、800かったのにやる、我慢するのが嫌いで5000やだなって。元から100とか200、50メートル走とか元から速かったんですか？いや、でも平均より上とか、もう上から数えた方が速いぐらい。いや、そうだけど、そんな分を置いて速い。4分切ってとかはなかった。多分50メートル速かったら100とか200とか。中学の時に50メートル走タイムとか。わあ、でも。7秒1とか、中3の時に速走で部活で時は6秒5、でも7秒だと普通に足して14秒で28秒、でもほぼ28秒ぐらいで800を回さないといけないってことだよね。最初の1周は最初に126ワットぐらいで入るんだよ。その200を26秒で走れる練習とかはしてきた。もう気づいたら26秒で普通に走れるみたいな。ロングとかやった後に200を5本とか10本とかフォームを意識して回して、それでも1500のレースペースぐらいで30、32ぐらいになるので、205本、そこから10入れてラスト1本は回します、はい、それで200は速くなる。でも200を伸ばすための練習はやってないってことだよね。やってないですね。大学入って初めて150とか150とか。ロング、ペイランの後に205本。そうだね、ペイランの後にロング入れたり、坂の周りだね。いや、普通に道の坂。はい、坂で200m とか。よく20本。入れよう、今度は。で、それがポイント連？それはポイントじゃなくて、普通の。そうだよ。自分の体を見て筋肉痛がなかったら、はい、じゃあポイントにしようと考えて1セット目はバネ意識してフォームで走るんですけど、はい、2セット目はタイム取ったりして、はい、でも30キロとかはないんです、はい、それやった後に今度芝生あるじゃないですか、はいはい、そこで下から上まで全力で4本ずつやって、ジョグして終わりですね。ジョグも60分ゆっくりやったりとかしました。なるほど。ありがとうございます。